綾瀬が休みの日にまで図書室に。心配で見てられない。パワーが有り余ってますよね。気管に入った。足りない。飲んでも飲んでも勉強しても勉強しても。弾かれるように。一年の頃、太一が言ってくれた言葉を思い出した。あなたは必ず戻ってくるから、強くなってあいつを待とう。どうした？いえ、行きます。太一は必ず戻ってくるから、強くなってあいつを待とう。